はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬はじめです。ちょっと昨日は飲みすぎて午前中全然取れなかったので、今ねとりあえず午前中のお仕事終わってランチを食べに、ココイチさんにやってきました。はい、今日も安定のシーザーサラダと半熟卵いただきます。はい、母ちゃんが頼んだローストチキンスープカレー、めっちゃなんかスパイスの匂いがする。あ、いいんですけど、うん、いいんですよ、いいんですけど、思ってたチーズと違いません？溶けてないね。もうじき溶ける。 OK、うん、はい、僕は毎度安定の豚しゃぶカレーいただきます。はい、ココイチ美味しかったんで帰って仕事頑張りたいと思います。はい、午後はねお客さん巡りをしてるんで結構ねぐるぐる回ってるんですけど、めちゃくちゃ寒いね。今日はかなり凍えております。まあでもね、その分空気が綺麗で景色が綺麗ですね。それでは頑張って午後もお仕事、お客さんとぐるぐる回りたいと思います。はい、お仕事終わりました。お家帰ってきたよ。そしてね、仕事帰りの途中に見てこれ、 A4 等級の、霜降り薄切りのロース肉買ってきました。1700円。たまらんね、父ちゃん、ね、何やろこれ。今日はこれでね、アルファテックさんがね、先々週ぐらいかな、ものすごく美味しそうな関西風のすき焼きをやってたので、我が家もやってみたいと思います。真似するよ。うん、真似するよ。あ、電話だ。はい、今日もね、このね、カセットコンロを使って、すき焼きやっていきたいと思います。卓上でね、目の前でやるとね、美味しいよね。はい、美味しそう。おー、着いた。それじゃあね、まずは子供たち用に、このね、あ、遠いな。これね、この豚バラを焼いて、ちょっと牛脂が今日ないので、そうそうそう、牛脂があるやね、うん、豚バラを子供たち用に先に焼いていきたいと思います。これ母ちゃんが焼いた方がよくね。そうなんですよ、お母さんね、もう火加減のなんていうか、何かです、匠的な匠。そう、じゃあお願いします。はい、適当に置いてて。はい、はい、どうぞ。じゃあ肉を焼いていくよ。オッケー、母ちゃん。はい、オッケー。棒は棒とした。いつもの棒だ。棒。あ、イエーイ、でかいまま行きましたよ。あ、相当でかいよ、これ。あ、すごいね。うん。ちょっと火が強いかな。まあ、でも、立てた火がいいよね。で、ここに。あ、もうちょっと強いわ。もう止めていいかい？もう余熱で十分、自分にさ、硬くなる。砂糖がね、こうかけて、の、いくよ。はい、いきます。そして醤油を、だーっとね、こんな感じで、いかがでしょうか。はい、もう OK。で、裏返して、オッケー。あれ、父ちゃんの箸は？あ、箸忘れた。もういい？あ、いいよ、絶対。じゃあ、はい。はい。それでは、いただきます。ピントが来ねえな。あ、来た。来た。ピント来たよ。あ、何も香ばしい香り。たまんないんですけど。揺らしちゃダメね。わかった。いただきます。うん、うまいわ。うまいか。どうぞ、母ちゃん。ありがとう。いただきます。全部食べていいのこれ、うん、あと、まあ、喋れなそうだ、食べ、うん、全部うまい。うん、うん、うん、ただ砂糖と醤油だけの、ます。はい、食事も終わって片付けも全部終わってね、本当美味しかった。
美味しすぎてあのあとね全く取れてなくて、動画の素材がね全然ありません。というわけで今日は、本当にね今日一日食べただけの動画になってしまいましたが、本当に美味しかった関西風のねすき焼きって自分では初めてやったんだけどすごく美味しいね。おすすめでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。